中継以前に引き続き令和三年度決算ほか2件及び予備費関係8件を一括して議題とし質疑を行います質疑のある方は順次ご発言願います委員長野田国芳子君立憲民主の野田国芳子でございますどうぞよろしくお願いいたしますで私の方から最初ですねジャニー北川氏をめぐる問題についてお伺いをさせていただきたいと思います <laughs> でこの問題です、ねえー、法律の不備で、えー、平成29年の法改正までは、強姦罪の被害者は女性に限られていたと、で暴行または脅迫を用いなければ、強姦にはならない、もう一つは、あまあ、メディアあるいは あの芸能界、そしてまた政治もです、ね、ここに、えー、触れていなかったということも問題であろうかなと思っているところでございますけれども、そういう中で、えー、立憲民主党としても、お2人の元ジャニーズ事務所の方がおいでいただいて、まあ、ヒアリングをさせていただいたと、そして、えー、先週の週末ですか。 ああ、近藤正彦さん、それから、東、ええ、紀之、東山紀之さん。の、まあ、発言が、あったと、いうことで、ございます。そういう、中にあってですね。あの、まあ、お二人ヒアリングに来て、いただいた方、あ もうです、ね、本当にその勇気を無駄にしないためにも、しっかりやっていかなくちゃいけないなと、そのように私自身、感じているところでございます。そこで、まあ、強い影響力を行使する立場にある大人から性被害がクローズアップされているわけでございまして、まあ、強い影響力を行使する立場にいる大人からあわいせつ行為を受けた場合、児童は他者に助けを求めることが難しく、被害が発見されづらい傾向があります。 芸能事務所のみならず、スポーツ界や部活動等など、児童取り巻く環境において、その地位を利用した第三者による性暴力等も児童の心身を深く傷つけるものでありまして、まあ、強い影響力を行使する立場にある大人から、わいせつ行為を受けた場合の支援や救済についてお伺いしたいと思いますが、いかがでしょうか。 松野内閣官房長官野田先生にお答えをさせていただきます御指摘の個別の事案につきましてはお答えすることは差し控えさせていただきますが一般論として性犯罪性暴力は個人の尊厳を著しく踏みにじる行為であり許されないものであります政府としては本年3月に取りまとめた 性犯罪、性暴力対策のさらなる強化の方針に基づき、関係府省が連携して若年層をはじめとする多様な被害者を念頭に、被害申告や相談をしやすい環境の整備、社会全体への啓発など、性犯罪、性暴力対策の強化に取り組んでいるところであります。まあ、とりわけ、子供に対する性加害はあってはならないものと認識しています。 子ども政策の司令塔である子ども家庭庁を中心として、昨年取りまとめた子どもの性被害防止プラン2022に基づき、関係府省が連携して、子どもの性被害を防止するための取り組みを総合的に推進してまいりたいと考えております、はい、委員長野田邦義君。 やっぱりですね、今、官房長官も答えていただきましたように、非常に重要なことでございますんで、やっぱり、えー、国会としても、 法改正などをです、ね、して、えー、まあ救済をしていく、あるいは保護をしていくというようなことが必要なときに来ているのではないかと思いますので、どうぞよろしくお願いをしたいと思うところでございます。それでちょっと順番を変えまして、2番目の国交省の人事介入問題について、ちょっと後でさせていただき、で3番のです、ね、会計検査院による国土強靭化対策事業の検査 あ結果報告ですかこのことについて質問をさせていただきます防災減災国土強靭化のため3カ年緊急対策に関する会計検査員の結果について 会計検査委員長が5月17日、会計検査院は、国会法第105条の規定に基づく参議院からの検査、要請のあった検査結果の報告を行いました、まず結果の概要について、会計検査院に伺いたいと思います。で事業の進捗や支出をいつまでにどこへ公表するように求めたのでしょうか、よろしくお願いいたします。会計検査員 森田委員長お答えいたしますあのお尋ねありました参議院からの検査要請に基づき、検査を行った事項に関する検査の結果の概要でございますが、検査をしましたところ、3か年緊急対策の実施状況および予算の執行状況については、69対策について、対策ごとの支出済み、歳出額等が把握されていないなどしておりました。 また3カ年緊急対策の効果の発現状況につきましては33対策として実施した359事業の内容が測量業務設計業務等のみとなっていてこのうち336事業において令和4年6月末現在工事が完了しておらず災害発生時に3カ年緊急対策として実施した事業の効果が発現しない状況となっているなどしておりました。 えー、そして会計検査院の所見として、えー、内閣官房国土強靭化推進室において、今後、3カ年緊急対策のように国が支出する額を明示するなどして進める取り組みについては、各府省等に対策ごとの支出済み、歳出額等を把握して報告することなどを求めて、これを公表することなどにより、予算及びその執行状況をより適切な形で明らかにするよう検討すること。 各府省等において3カ年緊急対策の実施にあたり対策予定箇所のうち対策が完了しなかった箇所について適時適切にフォローアップを行っていくこと国土強靭化推進室においてそのフォローアップの状況を報告させこれを取りまとめて公表することなどを述べたところです。 また、重ねてお尋ねの事業の進捗や支出をいつまでにどこへ公表するよう求めたかに関しましては、公表の具体的な時期や方法については、内閣官房・国土強靭化推進室において、適切に判断されるべきものと考えております委員長野田国芳君。 はまあ本当にですね、これ、ずさんとしか言いようがないと申しますか、おそらくお議員の皆さんも、国民もです、ね、驚かれてるんじゃないのかなと思っておりますが、この緊急対策の内容と合わない事業はです、ね、総額約6 1 7 2億円ですかあったということでございますので本当に驚いているところでございますで事業を取りまとめる内閣官房国土強靭化推進室は実施する省庁になぜ支出の報告を求めなかったのか官房長官に伺います、えー、およそ半数の省庁に至っては支出額さえ把握していなかったと 報告をされております緊急対策のはずですからそれではこの未執行部分の事業によって国民の命と財産はその分危険にさらされたということでしょうか官房長官のご所見を伺いしたいと思います松野官房長官お答えさせていただきます国の決算においては河川整備事業費 砂防事業費、海岸事業費といった分類で取りまとめを行っており、その中の一部として含まれる3加年緊急対策について、支出済み額を把握するためには、改めて地方支分部局、補助事業者等に確認する作業が必要になるため、これまで集計を行っていなかったと聞いています。関係検査員のご指摘を踏まえ 国民に対して十分な説明を行う観点から、今後、各府省庁において、地方公共団体等における事務負担等を考慮した適切な方法により、支出済み額を把握し、内閣官房国土強靱化推進室において、これを取りまとめ、可能な限り公表することとしたいと考えております。お尋ねの未執行部分につきましては、 事業計画の決定のための地元関係者との協議に想定外の時間を要したもの、契約価格が予定を下回ったものなどの結果生じたものがあり、不要になった予算があると承知しています。また、災害による被害状況に鑑み、当初、計画を再検討する必要が生じたなどのため、事業が完了していないものも存在いたします。 3か年緊急対策では、実施できなかったものについては、その後、継ぎ目なく実施中の5か年加速化対策の中で取り組んでいるところであり、効果が早期に発現できるよう努めてまいりたいと考えております野田邦義君。 はい、あの官房長官、しっかりです、ね、目を光らせていただいて、まあ、グリップも聞、ね、かせていただきたいなと、このことをしっかりと要望をさせていただきたいと思います。で今回の重要な問題は、緊急とか3カ年とか、国民のための,その事業ということで、えー、やったわけでございまして、その予算も獲得したわけで、えー、ばらまいてそれだけという典型的な。 旧来のこの国の公共工事のあり方そのものにまた帰ったんじゃないのかなと、今、今度はですね、令和7年度までの加速化5年、5か年の国土強靭化その真っただ中ということでございますんで、今後ともこういった 国民の血税の使われ方について、我々としてはですね、しっかりと正してまいりたいと思っておるところでございます、まああの。古いね、こういった政治が復活しないようにしていきたいと思っておりますので、よろしくお願いをしたいと思うところでございます。それれれからです、ね、4番目数字ののの方ででございいいますけれども公共事業の流れ等についてととうことで えー、お伺いいいしたいと思いますで私、この決算委員会、4月3日だったと思いますけれども、今度、この3号線バイパスですね、これは言いましたように、俺の土地を通せと、そういう話から始まったということで、えー、ございまして、えー、ある意味ではその無駄な故郷事業、あるいは、 国のお金、あるいは県のお金だから地元負担がないからと、まあ、典型的なあの公共工事のやり方、ね、これ、いくつもそういうのが全国見渡せばあるかと思いますが、その典型ではないのかなと、そのように私は危惧をしているところでございます。それでこの産号線バイパスでございますが、2018年の9月ですか、八女市と広川町が共同で国に要望を提出した。 ということでございます、まあ、このことについてちょっと質問をいくつかしたいと思いますが、ご答弁あのとしては、 あのこの間、しましたときのご答弁としてましては、答弁者、斉藤国務大臣は、この道路計画の検討は、地域の実情などを総合的に勘案して進めるものであることから、検討期間を一概に比較できませんが、例えば過去10年間で計画段階評価に着手し、4年以内で新規事業化を行った事例は、全国で38箇所ございますとの 胸の発言がございましたよって私の事務所で,です、ね、翌日の4日国土交、国土交通省に対して、事業38事業を紹介したところ、4月6日に国土交通省道路局企画課総務係より、過去10年間で計画段階評価に着手し、4年以内に新規事業化に至った事業と称する。 pdf のファイルがメールががメー届いいたところでございますさらにこれに対して、4月7日に、うちの野田国事務所より、国土交通省道路局企画課総務課からに対し、メールにて、地元の道路関係規制会の要望から、新規事業採択までの期間が4年以内の事業はあるのかと。 ということをお聞きしたところでございます。まだその回答がないということでございますので、その答えをですね述べていただきたいと思いますし、まあ現在の進捗状況はどのようになっているのか、今後の見通しも含めて斉藤大臣をお願いしたいと思います。斉藤国土交通大臣、はい、あの野田委員にお答え申し上げます。あの委員ご指摘の通り、野田議員事務所より4月7日に 地元の道路関係規制会の要望から新規事業採択までの期間が4年以内の事業はどれくらいあるのかとのご質問をメールにていただきました。まあ、その後、規制会がないものも含めまして、まあ、地元からの国土交通本省への要望の有無について、いてまあ、全国の地方整備局などに確認をしておりましたために、これまで時間を要していたものでございます。 道路計画の検討は、まあ、地域の実用などを総合的に勘案して進めるものであることから、まあ、要望時期や検討期間を一概に比較できませんが、まあ、その確認の結果、例えば、過去10年間で計画段階評価に着手した事業のうち、地元が国土交通本省へ要望し、その後、4年以内で新規事業化に至った事業は5事業ございます。 野田国芳君そうですよね、そのスタート、ま、規制会等がです、ね、あの要望したときからということになれば、5事業、それもです、ね、これはです、ねあの、この間も申し上げましたけれども、いわゆる県議会が都市計画審議会のと,ところで、1年半ほど止めてるんですよ、だから4年強と言っておりますけれども、本当に2年半ぐらいで、えー、できたんですね。 本当にこれ早すすぎますよねあの自民党の県議団が止めたわけでありますけれども、だからやっぱりそういういろいろな問題が、またどんなその政治の力がです、ねえー、加わったのか、私は非常にこの政治的なです、ねえー、道路じゃないかと思っておるところでございまして、えー、これですね、本当にこのままいったら、また、 過痕を残すと申しますか、あ負のおレガシーになっていくと、私は思っておりますんで、まあ、しっかり、えー、考えて、えー、斉藤大臣、えー、お願いをしたいと思ってる、本当、地元で,です、ね、困ってらっしゃる方いらっしゃるんですよ、公明党支持者にも、<laughs> 本当に、隣を通るんですよ、そしたら、何ですか、騒音、そして排気ガス、で風の流れももう、 悪くなるでしょうそういった事業を、本当に集落を分断するようなです、ね、道路を真ん中に通していいのかということでございます。でそこで今度、ちょっと費用対効果のことについてですね、お伺いしたいと思いますので、よろしくお願いします。現在ですね、国がこの公共事業の事業化の流れの中で、例えば道路事業において、新規事業採択時評価と称させる施策手法、B、BYC や、 計画段階評価の適切な運営について、必ずしも効果的で、えー、住民の意見を反映してないと考えておりますが、改善・検討の余地はないのか、加えて国土交通省内では、えー、事業評価にかかる指針等の改定に伴いつつ、事業評価の実施要項も改定を重,重ねられているようですが、果たしてじ、 公共事業に必要な効率的な執行及び透明性の確保を図られているのか、大いに疑問でございます。え特に先に述べました BYC などの手法は、国民的にも広く知られているところでございますが、この指標評価は、事前に知ることと意味があるわけでございまして、 実際のところは、事業化開始のまさしく直前に行われるものであって、事実上は工事開始の号を出し、形骸化したものになっているのではないかと、私、今回の事業をですねあの、思っているところでございます。例ええばば一般国道やめ広川やめバイパスについて、えー、言えば 令和5年2月28日に、新規事業採択時評価手続きの着手の公表がなされました。この1か月後、3月31日に、令和5年度の箇所表、いわゆる箇所付けが発表となり、5000万円の調査、設計予算が計上されています。さらに1か月後の4月26日には、 九州地方整備局が福岡県に対し、直轄事業の事業計画についての一覧の中で通知を行い、地方負担分を明示しております。このように新規事業採択時、評価に着手するということは、予算も伴い動きます。BYC など新規事業採択時に行われる根拠は何でしょうか。 あなぜこのタイミングなのでしょうか、効果的なものとなっているのでしょうか、お伺いをいたします。え現在の公共事業の評価、手法について、えー、斉藤大臣にお伺いしたいと思いますが、議員の皆さんはです、ね、あの資料をお配りしておりますんで、ぜひとも見ていただきたいと思いますが、おそらく多くの議員の皆さんもです、ね、あのずっとこれ、前にあると。 思思っっってらっしゃったと思うんです私もベテラン議員のところにです、ね、この話を持っていきましたらあー、やっぱり勘違いされてたんですね、でも私もそう思っておりました、しかしもう、基本的にこのいわゆる事業評価、都市計画が県で決めて、そして事業評価ということになりますとね、本当に、えー、もう決まった時点で、その BYC をやると、費用対効果をやると。 いうことになるわけですでここにも書かれておりますように、まあ、3年あるいは5年で再評価制度はあるものの、私はここでやる、もっと先にやるべきではないかと思いますが、大臣、いかがでしょうか委員長斉藤国土交通大臣。野田委員のご質問は、まあ、あの事業評価を、 あの新規事業採択時に行うのはなぜかと、直前に行うのはなぜかという、その根拠を示せというご質問かと存じます。あのまあ根拠は、あの行政機関が行う政策の評価に関する法律でございます。あの道路事業においては、公共事業の効率性および実施過程の透明性の一層の向上を図るため、 まあ先ほど申し上げました、この評価に関する法律における事前評価として、ルートや構造、そして事業費などが固まった、その事業化前の段階において、新規事業採択時評価を実施しております。新規事業採択時評価においては、費用便益分析、いわゆる BYC 分析に加えまして、貨幣換算が困難な多様な事業の効果、 ま事業の実施環境などまあ、様々な観点からまあ、総合的に事業採択の可否を判断しております、えー、この評価の手続きにおきましては学識経験者などの第三者から構成される委員会の意見を伺うとともに、えー、この評価の結果や 評価手法などについても公表するなど適切に周知を行っているところでございますあの国土交通省といたしましては新規採択時評価を適切に実施することによりまして引き続き公共事業の効率性及び実施過程の透明性の一層の向上に努めてまいりたいと思っております、はい、野田国芳君 はいあのまあ、法律で今はそうなっているからということのようでございますが、これ、誰が考えても、ですねやはり事前にやっとかないと、本当にその費用対効果がどうなのかということも分かりませんし、もう、 決めたところで、この BYC 費用対効果を調査するということになったら、いつも言われておりますように、まあ、止まらない公共工事、そのままどん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 進んでいく可能性があるということでございますんで、非常にこれはですねあの、変えるべきだと私は思いますんで、ぜひともご検討をです、ね、お願いをしたいと思っているところでございます。それで、えー 計画段階評価の着手も含め、国民の血税の効果的な使い方をですね、私も願っております。あのこの決算委員会でも何度も出てきておりますが、まあ、防衛費の増額の問題、あるいは少子化対策の問題、それから、あ いろいろなんて言いますか、メンテナーとかです、ね、やっていかなくちゃいけないということでございますんで、もうどれだけお金があっても足らないということでございますんで、無駄な事業はやらないということ、ぜ、ま、ひ、あ、ともです、ね、斉藤大臣、ここで人肌脱いでいただいて、頑張っていただきたいと、もう心からエールを送りたいと思っております。 どうぞ戦ってくださいね。やっぱり正しいものが勝つんです正義が勝つような形にしないと私はいけないと思っております、えー、そこでですね、委員長国会法第105条に基づく会計検査院への検査要請をお願いしたいと思いますよろしくお願いいたしますただいまの件につきましては五国理事会において協議いたします はいいありがとうございますそれではちょっと2番の方に戻りたいと思います、また国土交通省関連でございますけれども、あの例の OB の人事介入の話でございますが、私も4月3日ですか、質問した後にですね、4月28日、検査結果報告書によれば、現役の関与は明らかで、 大臣自身も5月12日、衆議院国土交通委員会において、一般には公表されていない省内の人事通報が、現役職員から、障害のメールアドレス173件に送られていたと認めて明らかにされたところでございます。でそのの後です、ね、またそのご承知のとおり航空局長が本田社長が社 これが表に出る2日前ですか、あ会食をなんとしたとしていたということが判明いたしました、このことについて、ね、やはりこれ、虚偽と申しますか、そういう答弁と言わざるを得ないのじゃないかと私は思いますが、いかがでしょうか斉藤国土交通大臣。はいあのまず、メール送付の件でございますけれども、あのまあ、先ほど野田委員。あの え現役の関与は明らかでまあ、このようにおっしゃったわけですがまあ、今回の移動情報の送付は圧戦規制違反の要件である営利企業等の地位につかせることを目的とした情報提供ではないためあの再就職等規制違反には当たらないと認識しておりますまあ、しかしながら一方現役職員の移動情報が内事後ではあるものの公表前に外部のものに共有されていたことは 大変遺憾であり国民の目から見ても疑惑を招きかねず、えー、国土交通大臣として大変重く受け止めております直ちにあの事務方に対しまして厳しく注意するとともに二度とこのようなことを起こさないよう外部への送付を禁止するなど移動情報の管理について是正を指示いたしました、えー、それからあのー。 2点目の件でございますけれどもあの、5月18日に新たに航空行政の責任者である航空局長と本田氏が、報道の2日前となる3月28日に直接会っていたことについて報告を受けたところでございます。この面会につきましては、これまで確認されていなかったことを重く受け止め、 事実関係の再確認を行う必要があると考えておりますその再確認にあたっては、第三者性や厳格性を確保すべきと判断し、念のためあの、極めて異例のことではありますが、再就職と監視委員会事務局に対して情報提供を行い、適切に対応いただくことをお願いしているところでございます<上>野田国芳君、はいえー。それでちょっと時間もないようでございますけれども、河野大臣。 閣議後の記者会見ですか、で、適切に対応することを期待していると、再就職等監視委員会にですね、そういうことを言ったということで、おっしゃったということでございますけれども、このことについて河野大臣、それから再就職等監視委員会においては、適切に対応していると報じられておりますが、そのことについて、監視委員会にお伺いしたいと思います。よろししくお願いいたます河野 国務大臣再就、はい、職等監視委員会、極めて独立性の高い組織でございますので、あの適切に対応をしていることを、対応することを期待をする、えー、その旨、伝達を申し上げ、えー、適切に対応している、そういう回答があったところでございます吉田内閣府再職就職等監視委員会事務局長。 党委員会の対応内容についいてご質問たただきました個々の事案に関する事項についてお答えいたしますことは、今後の党委員会の調査活動に支障をきたしかねないことから、具体的な対応内容等について申し上げることは差し控えさせていただければと思いますが、党委員会の責務に従い、適切に対応してまいりたいと考えております野田国芳君、はいあの。しっかり厳正にです、ね、あの調 調査対応していいいたただきたいと思いますそれでも時間ございませんけれども、この問題はです、ね、やはり、えー、全省庁で調査をする必要があると思いますけれども、河野大臣、どのようにお考えでしょうか。河野国務大臣 あの極めて異例のことでございますが、こうした事態がございましたので、えー、それぞれの府省において、再就職の圧っがなかったかどうか、確認をするようにということを内閣人事局に、えー、指示をしたところでございます、はい、野田国義君。はい、あの時間もまいりましたので、終わりたいと思います。ありがとうございました ご無沙汰でした。すみません。